神話のふるさと宮崎県。ここには多くの神々たちの伝説が息づいています。その神話のスポットを巡る旅、それが神旅です。神旅、今回は高千穂町岩戸地区にやってきました。国の重要無形文化財に指定されている高千穂の夜神楽を紹介します。宮崎県屈指の神話のスポット高千穂町。高千穂町では古くから神楽が受け継がれてきました。現在では11月から翌年2月まで町内18カ所で奉納されています。高千穂の夜神楽は昭和53年に国の重要無形民俗文化財に指定されています。今日はこちら神楽の館で岩戸五箇村地区の神楽が奉納されます。鎮守の森から神楽宿に着いた舞手は舞い込みを行い、神楽を舞う舞い所に神を迎えます。五箇村公民館長の藤田さんにお話を伺います。高千穂の神楽とはどういったものですか？高千穂の神楽はですね、それこそ五穀豊穣、それから神様へ のお祈りですね、を毎年やっております。そういうこと、年に、はい、1回ですが、一晩中、今日は一晩中回れるんですか？はい、そうです。そうなんですね。今日夜の7時から明日の10時まで、はい、本当に長く長くされるんですね。この神楽を舞う場所っていうのはどういったところなんですか？ここは甲庭って言いまして、はい、神様の庭と書きます。で、甲庭ですね。で、ここは申し訳ありません、女人禁制です。男性しか入ってはいけません。女性の方は入れません。ちなみにたくさんのこれは何て言うんですか？これは襟物ですね。襟物、はい、月火水木金土して日、1週間の日にちが入ってあるのが全部やってありますし、27通りの襟物が作ってあります。これは全て手作りで？そうです。そうなんですね。いや、高千穂の人々が本当に神様を身近に感じ大切にしていることが伺えますよね。本当に私も楽しみです。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まあ、楽しんでください。はい、楽しみます。午後7時30分、巫女屋という番付から神楽の奉納が始まりました。巫女屋ではこれから奉納される神楽の由来を伝える唱経が唱えられます。巫女屋が終わるといよいよ神楽の舞が始まります。神おろしは甲庭を払い清めて諸々の神を招く舞です。
神おろしに続く鎮守は、大庭を清め、神々の静まりを願い、村の守護を祈願する舞です。神おろしと鎮守、そしてこの後に続く杉登りは、四季三番と呼ばれ、高千穂神楽の中では最も重要とされていて、どの地区の神楽でも必ず回れています。杉登りは、御神木の杉を伝って降臨された氏神が、村人と祝福の神遊びを行い、再び天に昇進される舞です。二人の舞に続いて、氏神である竹三日槌が登場します。どちらから来たんですか？私は福岡からです。出身静岡で、今大学の用事で宮崎にいるっていう感じになります。はい、今回夜神楽は初めて、はい、みんな初めてです。どうでしたか？いやもう楽しそうにやってるので、すごい見てても楽しかったです。もっとこう神聖な感じでやってんのかなと思ったら、すごいみんなニコニコしながらやってて、こっちもこう笑いながら見てました。なんか固くなくて、すごくなんだろう、外の人でも帰ってきていいよっていう雰囲気を感じられて、とっても良かったです。はい、お客さんとの距離も結構近いですよね。そうですね、もうすぐそこお客さんで、お客さんが盛り上がってくれるとこっちも楽しいです。はい、高千穂の夜神楽っていうのは、まったりまた太鼓を叩いたり、いろんなことを同じ人がされるんですね。はい、もうみんなで、今日来てる神楽回る人、保者さんって言うんですけど、保者でみんなで回して、一人何役もしますね。はい、弓正吾は弓矢の威力で悪魔を払い、七徳五福を授ける勇壮な舞です。舞が終わると、村の五福神物として宝渡しの儀式が行われます。住吉は
住まいが無事であるように祈る舞です。夜神楽、今住吉です。獅子舞が登場しました。いや皆さんたくさん噛まれてます。大国主の御事が子供である七つの神々を招き出す舞です。まだまだ続いています。ここまで振り返ってみて、私初めて間近で夜神楽を見させていただいたんですけれども、保社殿の力強い舞に一瞬で引き込まれてしまいました。観客とそして保社殿の一体感がとっても素敵だなと感じました。さあ、この続きは次回の神旅でお送りします。お楽しみに。